どうも大好きです。今回はウズベキスタンでの旅の費用について紹介していきたいと思います。で、ウズベキスタンは僕約1年間の旅の間に訪れた場所なんですけど、それがどこにあるかっていうと、中央アジアに位置しています。で、周りの国で言うと、カザフスタン、キルギスタン、タジキスタン、トルクメニスタン、スタン系の名前の国に囲まれているのがウズベキスタンなんですけど、まあ、その国の特徴としては、昔シルクロードが走っていて、そのシルクロードの中継地点が結構、ウズベキスタンの都市にあったりします。で、その都市は今結構、世界遺産に選ばれていて、サマルカンドとか、ブハラとか、ヒバとか、その昔の、シルクロードの拠点ということで、その世界遺産に選ばれている都市が結構あるっていうことでも、有名です。で、その中でも一番有名なのが、多分サマルカンドっていう都市で、青い磁気タイルで形成されている歴史的建造物が、結構多くて、今じゃ、世界的有名な観光地だと思います。で、僕は、お盆の時にそこに行ったんですけど、まあ、お盆の時期にそこにめがけていくことになったんですけど、その時期になると結構日本から、そこのサマルカンドにめがけて旅しに来たりとか、その休みで、そこに来たりしてる人が結構いて、もう最近じゃその有名になってる、みたいです。観光地が結構東南アジアとかアメリカとか、まあ、グアムとかいろんなとこ行くと思うんですけど、結構ここも休みの時にめがけていくような場所だったり、するそうです。早速ウズベキスタンでの旅の費用を言っていくんですけど、まずウズベキスタンの通貨の名前がスムって言って、日本円で換算すると1スムあたり0.012円っていうふうに、僕が旅した時は、計算されていたんで、それをもとに、日本円で旅の総費用とかを出していきたいと思います。で、旅の費用を早速言うんですけど、僕は、ウズベキスタンに17日間、旅をしていました。で、その17日間で使った旅の総費用っていうのが、約4万円でした。で、この4万円を、1日あたりで計算すると、1日あたりで使った金額が、約2350円というふうになりました。今言った1日あたりの費用を、ちょっと他の国とも比較してみたいと思います。で、その比較する国が、キルギスとジョージアなんですけど、これちょっと昔の動画でアップしてるんで、そっちも見てほしいんですけど、まずキルギスっていうところは、1日あたりにかかった金額が約2000円でした。で、一方、ジョージアは1日あたり、約2130円で過ごすことができました。なので、この2つの国は、ウズベキスタンと比べると安い、金額で生活することができました。で、キルギスとウズベキスタンって、国境を接してるんですけど、結構ここで差が出てきています。で、なんでここで差が出てきたかっていうのを、まあ、ちょっとこれからウズベキスタンの細々した金額、商品とかを紹介していくんで、まあ、そこからちょっと探っていきたいと思います。まず、ウズベキスタンの宿泊費を見てみたいと思います。で、宿泊費の、まず合計なんですけど、それが約1万5300円でした。で、全体が約4万円なので、この宿泊費は全体の約4割を占めていました。で、これを1日あたりで計算すると、1日あたり約950円という計算になりました。で、ここで多分キルギスとウズベキスタンで値段が、差がついたんだと思います。キルギスタンはもう少し安くて、まあ、500円、600円、700円というのが水準だったんですけど、ここで少し、ウズベキスタンが高くなったんだと思います。で、その理由としては、ウズベキスタンは、まあ、宿泊費自体はそんな高くはないんですけど、そこに税金をかけているんですよ。で、これが多分市税か宿泊税とかだと思うんですけど、まあ、そういうのを多分国策にしていて、で、一泊の費用が高くなっているっていうのがあるんで、このぐらいするんじゃないかなというふうに思います。で、それがまあある分、朝食とかついていて、ちょっと贅沢には、なっているんですけど、まあ一泊あたりの値段が約950円とちょっと、高くなっています。次に交通費について紹介するんですけど、ウズベキスタンは結構その交通網が発展していて、列車があったりとかメトロがあったりするんですけど、その中でまず列車について紹介していきたいと思います。で、列車はマルギランっていう東部の町から、首都タシュケントまで行ったんですけど、この距離が、約5時間ぐらいあって、その時の、電車の費用っていうのが、約900円というふうに、なりました。で、そのタシュケントの、メトロに乗ったんですけど、そのメトロは、1回あたりの金額が、約15円とめちゃめちゃ安かったです。で、ジョージアでも地下鉄があって、それ1回乗ったんですけど、ジョージアは30円だったんですけど、まあ、それも随分安いんですけど、それよりも安い15円ということでした。これは距離関係なく1回あたりの金額になります。あとはその乗り合いタクシーって言って、人が集まってから出発する、まあ、タクシーみたいなものがあるんですけど、それは、僕はブハラからヒバっていう、都市から都市まで、行きました。で、この距離が、約5時間ぐらいあって、この費用っていうのが、ウズベキスタンで使った費用の中で一番高かったんですけど、それが約1320円でした。
で、この時僕は待ち時間結構4時間ぐらい人が集まるのもあったんですけど、それでも変わらず、この金額でした。で、この乗り合いタクシーっていうのは結構交渉しなきゃいけないんで、最初、その運転手、ドライバーから結構高い値段で吹っかけられるんですけど、もうちょっと下げてくれとかいろいろ交渉して、結構下げてこの金額とかなるんで、もしかしたらこの乗り合いタクシーは人によっては値段が変わってくるんじゃないかなというふうに思います。あと、細かい商品についての値段を紹介するんですけど、まずタバコなんですけど、タバコは僕が買ったタバコは1箱140円でした。で、もっと安いのもあって100円のものとかあったりもしました。この辺の水準は多分キルギスとあんま変わらないと思います。で、あと水なんですけど、多分1.5か2リッターだと思うんですけど、夏場だったんで結構僕ガブガブ買っていたんですけど、それが1本あたり約25円、めちゃめちゃ安かったです。で、あとは観光料なんですけど、一番高かった観光量が、サマルカンドのレギスタ広場ってめちゃめちゃ有名な場所があるんですけど、そこの、観光料が約480円でした。で、他の、都市とかにもそういう観光地ってあって、料金かかるところはあるんですけど、それよりは、安かったです。で、あと食事になるんですけど、食事は、だいたい約180円から、360円、あたりで、済ませることができました。まあ僕はほとんど同じものしか食べてなくて、そのラグマンっていう中央アジア伝統の料理があって、そればっかしか食べてないんであんまり、わからないんですけど、一回そのラグマンとそのお肉とあとビール飲んだ時があって、それでも360円ぐらいだったんで、食品に関しては結構安いっていうのがあります。はい。というわけで今回はちょっと簡単にですけど、ウズベキスタンでの旅の費用を紹介していきました。で、ウズベキスタンには17日間いて、その時に使った、旅の総費用っていうのが約4万円でした。で、これを1日あたりで計算すると、1日あたりの金額が、約2350円というふうになりました。で、これは、まあ僕が行った時なんですけど、最近、ウズベキスタンは、観光地として成り立ってきているので、もしかしたらその辺の観光料とかが、少しずつ上がってきて、この辺の金額が、変わってくるかもしれません。で、夏とか冬に結構日本人が押しかけるっていうのがあるんで、まあいっぱい人がいるっていうのはあるんですけど、まあそれでも今はあんまり人がいすぎないっていう感じだと思うんで、まあできるだけ早く行ってみてもいいのかなっていうふうに個人的に思いました。はい、というわけで今回は以上です。またいろんな動画を上げていきたいと思いますんで、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた。